ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。はい、花よりダメよのリーダー椿くんです。今回はなんと僕の代わりにリーダーになりたいって言ってる不届き者がいたんで、一人ずつ演説してもらいます。ではまずゆらたく先生、僕がリーダーになったら全員に PL させてインスタのフォロワー外心だらけにします。先生、僕がリーダーになったらライブ中つまんなそうな顔で見てる人全員ぶち切します。ガタガタイタン不敵センセーショナルクローザー、ドドドドンカーやるべてしてて日々リサーチだ。大嫌いしょうがない、クズは病気でバイバイバイ、ケルスパイサーチレセ何もないけど裁きたいでしょ。ワンツースリー、ガタガタ大統領になったらね、脇を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。誰ですかあの女、ダメですかそうですか、ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる。シルブプレプレプレジデント、ゆらたくがリーダーは絶対ないな。それでは続いてしゅやむちゃんどうぞ。先生、僕がリーダーになったら遅刻したやつから3000円、いや3万円罰金徴収します。先生、いいから行く。ライブ中どうでもいい話で盛り上がってるのにコールミックスにあったら全員出禁にします。ミミミミちゃん、まるでドンファンキドリスキャンダル、まあまあまあまた価格解消なしのスクープで、愛はない理由じゃない、悪くないのでハイハイハイ、気合いといけたら何もねえとかありえねえだろ。ただ、だ大統領になってもな、多分君は変わらないね、しらっととぼけてのらめくらにかわすのね。ですかこんばんは、本気ですかそうですか、ほら情熱とは不注意微熱も消してしまえば。最後に僕から、先生、僕がこのままリーダーを続けたら応援してくれるみんなをこれからもずっと幸せにします。ワンツースリー、ダダダ大統領になったらね、マジで君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね。どこですか今あんた、見けちゃった、バレちゃった、夜道はご用心さよなら、代わりに忠誠シルブプレプレプレジデント、どいつもこいつも自分のことばっかでリーダーとしての本質を全然分かってねえな。以上、やっぱり花よりダメよのリーダーはこの僕椿にしか絶対に務まんねえな。